日本の新エースとなれるか。トリプルアクセルというかけがえのない武器に加えて4回転もマスターしようとしています。それに今日初めて挑むのか紀平梨花。次々と現れるライバルたちを打ち破ることができるか。紀平梨花、新しいフリーのプログラム、インターナショナルエンジェルオブピース。振り付けはトム・ディクソン。注目は最初のジャンプ。トリプルサルコ。4回転は回避。次はただトリプルアクセルです。トリプルアクセル単独ですが降りました。スピードに乗った素晴らしいトリプルアクセルでしたね。高さもありました。トリプルリップ流れもあります。2本目のトリプルアクセルへ。トリプルアクセル、ダブルトーループ。降りた。ステップシークエンス。体全体の動きもいいですね。さてジャンプはあと3つ。トリプルリップ、トリプルトーループ。ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループ。ラストジャンプへ。トリプルループ。4回転こそ飛びませんでしたが、
トリプルアクセル2つ決めて着氷して、壮大なこのプログラムを演じ切りました、うん、最後まで伸びやかでしたね。場内総立ちです。本人からも笑顔がこぼれています。これは一番最初ですね、はい、トリプルサルコ、うん、放物線を描いて綺麗な流れのあるトリプルサルコでした、ここがいつかは4回転になるかもしれない。そうですね。そしてその次のトリプルアクセルなんですが、少し軸が歪んだかなと思ったんですけれども、綺麗なスピードに乗って大きな回転軸のいいトリプルアクセル、はい、飛びましたね。安定感増してますね、トリプルアクセルは。そうですね。これは浜田コーチも手を叩きます、うん、やっぱり試合でこうやってどんどん一つ一つ決めていくと自信にもつながっていきますし、安定感もやはり増していきますよね。コンビネーションは後半のトリプルアクセルの方につけました、はい、これは3回転3回転のトリプルリップ、トリプルトーループですね、はい、綺麗に回転していたと思います。一番最後のループジャンプだけが少しこうバランスを崩したような感じになりましたが、なんとかこらえましたね、ただこの壮大なテーマに沿って、音楽に沿って、でもう全体的なそのスケーティングの伸びやかさも素晴らしかったですし、そういったところでもあの5コンポーネンツの中でも得点重ねることができたと思います、はい、平野の得点は 144.76、 2位です。本人もこの表情です。スピンステップレベル4、はい、ループ以外すべて加点、ね、そうですね。これが冒頭に4回転サルコーが入るとどんな手になるのか、これからが楽しみです。この得点がチームジャパンに加わって、現在チームジャパンが1位です。ただ、さあこの後絶対女王ザギトワが登場します。